初めてで緊張するだろうけど、私たちがサポートするからね。行っちゃえ。それにあの子たちの可愛さを前にすれば、緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。こいつまで。さあ、まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。あれは救援要請だな。これより目標に向かう。壁を立てろ。巨人がいるね。こんにちは。遊びできたよ。そういえば君、馬の扱いは得意？知ってると思うけど、壁外調査は基本的に馬に乗って行うんだ。立体軌道と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。いいね、決まった。よしよし、無事に片付いたね。こっからが本番だ。あそこではナナバが戦っているね。やあナナバ、拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作れないんだ。ハンジ、少し手を貸してもらえるかな？楽しませろよ。分隊長、巨人の群れが壁へと迫っています。やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。よし、これで巨人の討伐は終わったね。助かったよ。これで検証に移れそうだ。君もありがとう。さっき作ったのは呼吸支援用の拠点なんだ。きっと役に立つから、ぜひ利用してくれ。あそこで戦ってるのはモブリットだな。おーい、拠点の設営は終わりそうかい？分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。補給しとくぞ。やるぜ。巨人の群れが来たぞ。迎撃準備に移れ。絶好調だ。いっちゃえ。覚悟はいいな。ハンジ、なぜここに？お前の担当は壁付近だろ。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくちゃ。こっからが本番だ。やるぜ。よし、討伐完了だ。すみません、これで検証を進められます。君もありがとう。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃性能に特化したものだ。活用してくれ。これは救援要請。急行します。楽しませろよ。絶好調だ。新兵にしてはやるようだ。覚悟はいいな。殺しとくか。勇敢なんだね。遊んでねえな。
倒せば仲間の助けになるだろう。あそこで巨人と戦っているのはゲルガだ。彼にも拠点を頼んでいたはずなんだけど。拠点を作りてえのに巨人が邪魔だな。ああ、ハンジさん、手貸してくださいよ。やるぜ。よし、付近の巨人は片付いたね。すいません、これなら検証も進みます。お前もありがとうな、助かったぜ。決めるぜ。さっき作った拠点は資材確保に特化してるんだ。役立ててくれよ。こっからが本番だ。よし、巨人の攻勢はしのぎきったようだ。さらに演壇を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちもミケについて行こうか。絶好調だ。加勢しに来たよ。クソメガネ、なんでお前がここにいる。撃ち抜くぜ。遊びたくねえな。リヴァイと戦ってる巨人、なんて面白い子なんだろう。おいミケ、なんであいつを連れてきた。しかも新兵まで巻き込みやがって。アンジが勝手にやったことだ。おい新兵、その巨人バカに付き合って突っ込んでいくんじゃねえぞ。あらかた片付いたようだ。撤退するぞ。見ような、新手の巨人が来ているぞ。今しかねえだろ。面倒だな、さっさと片付ける。ここで君みたいな巨人に会えるとは。ねえリヴァイ、連れて帰っちゃダメ。ダメに決まってるだろう。悪くない。覚悟はいいな。任務は完了したら、とっとと帰還するぞ。今日はいろんな子たちに会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。